そうなんですよ。何がそうなんですか。突然ですね。でしょ。はい、そうなんですよ。そうなんですか。あの新商品をね、はい、いくつか出させていただいて、はい、っていうのをちょっと、まあ、ネットショップもやると思うんですけど、はい、その前にちょっと一つ、どんなマジックか、はい、見たいですよ。どうしようかな。見せてください。だってみんな気になるじゃないですか、それもう。本当ですか、はい、ご覧ください。よろしくお願いいたします。今日はですね、チャラさんお手伝いしていただいていいですか。はい、お客さんをお願いします。わかりました。このマジックは本当に僕がね、騙されたマジックで、はい、思いっきり僕ね、ビビったマジックなんですけど、はい、これね、まあ、いろんなカードがあるわけですわ。はい、この中からチャラさんに1枚選んでいただいて、不思議なことがね起こる。まあ、ちょっと、まあ、軽く切りますよ。カットして1枚どれでもいいから引いてください。この中から、はい、じゃあこれにします。はい、でしっかり覚えてください。はい、僕に見せないようにね。はい、ポケットだったら見えない、見えない。じゃあここに乗せてください。はい、これだそうです。さあ、じゃあチャラさん左手、あ、右手でもいいので、1枚人差し指でぐーっとパワーを込めてください。うわー、すごいパワーすごいパワーいただくとね、多分ね、どっかでほら、あれ、なんか一枚赤くなってますね。なってます。ちなみに何でした。スペードの9です。これだけ赤くなっちゃうんですけど、1枚だけ赤いと使えないじゃないですか。はい、上に置いてこう軽く擦るんです。そうするとこれ元に戻っちゃう。じゃあね、今のはね、一回やるとね、もう一回見たいって方がいらっしゃるので、見たいです。もう一回やりましょうか。はい。じゃあね、今度は違うやり方をします。ここに、ね、5枚カードをね、置きますから、はい、この中で、ね、どれでもいいから、心の中で1枚覚えていただき、あ、ちょっと見えちゃってるから、僕が見えちゃってるとね、いけないから、見えないようにしておきますね。はい。1、2、3、4、5。じゃあ、どれか1枚指をさせてください。はい。僕は見ませんから、はい、皆さんでそれをしっかり覚えてください。はい、覚えました。覚えました。覚えたら混ぜちゃって、混ぜちゃっていいです。混ぜちゃっていいって。ちなみに全部が同じカードじゃないことを一応見ておいてください。はい、いいですか。はい、そっち向きますよ。はい、はい、これを乗せます。でもう一回人差し指でグーッとやっていただくと、なんと1枚だけほら赤いカードが出てきますね。そうですね。ちなみにさっき覚えたカード何でした。ダイヤの4です。ダイヤの完璧です。これは本当に僕が騙されたマジックです。マジシャンが一番こう騙される、あ、こんなことで騙されるんだっていう、とても不思議なので、僕見たとき本当に騙されました。これ絶対僕騙されると思うので、もうすごいおすすめなんですけど、この中に全部秘密が隠されてます。これがあればできます。ご覧ください。今日はカードマジックやりたいんですけど、じゃあお手伝いしていただいてもいいですか。お願いします。お願いします。じゃあね、どれでもいいですから1枚お好きなの選んでください。はい、どれでもいいです。それでいいですか。はい、あ、いいですよ、いいですよ。よーく見てください。はい、覚えました。はい、はい、はい、入れときましょう。はい、上からギュッと押してください。 OK です。そうするとね、なんと1枚だけほら赤いのが出てきます。はい、さっきのカード何でした。スペードの5です。スペードの5、うん、お客さんのカードだけが赤くなっちゃいます。ただこのままじゃ使えないですから、ギューッとするとちゃんと青にね、戻すこともできるんです。で今度はね、ちょっと変わった感じでやりましょう。5枚出します。はい、1、2、3、4、5。この中で、いや、どれでもいいです。心の中で1枚で、あ、見えてるから見えないようにしましょうか。それなしにして、はい、ね、見ないでこれね、1、2、3、4、5、誰にも見えないように、じゃあまず指さしてください。はい、僕横向いてますからね。はい、で指さしました。はい、そしたらそのカードを自分だけでよく覚えてください。見ていいですか。はい、はい、
覚えました？覚えました。 OK です。そしたらば混ぜちゃってください。ごちゃごちゃに混ぜていいですか？はい、じゃ混ぜます。これ自分しかわからないですよね。はい、そちら向きますよ。はい、この中のどれか1枚を選んでいただいてます。はい、心をね真っ白にしてください。はい、いいですか？中に入れましょう。こうするとね、よいしょ、上からギューッと押してください。ギューッと押します。今僕が適当な感じで5枚出しました。はい、その中から全く自由に1枚選んでいただきました。はい、1枚だけ、1枚だけ、お客さんがどれを選んだかわからないのに1枚だけ赤いカードがあります。ちなみに何でした？ハートの3です。ハートの3ぴったりです。いやー、これ本当に騙されました。僕本当に騙されたネタなんですけども、この動画割と正直にやってますので、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、ライブでやるとものすごい不思議に伝えることができるんですね。で、なんでこれ、この商品っていうのはデックだけじゃなくって動画も見れるような形になってるんですけど、その動画の中でどうやったら不思議に見えるか、このマジックだけじゃなくてマジック全てに関してどうやったら不思議に見えるか、より不思議なマジックをやることができるのはネタだけじゃなくって、その演出だったりとかって、そういうことも含めてお話しさせていただいてますので、ぜひご覧いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。どうもー、デブです。ジョーです。デブです。ジョーです。知ってます。知ってます。ということで、はい、どういうことかわかんないけど、ちょっとお話を、はいはい、ということで雑談です。はい、何の話しましょうか？早くないですか？やっぱ師匠、いろんなマジシャンとして現場に行かれると思うんですけど、はいはいはい、現場、現場、はいはいはい、そこで、はい、起こったハプニング、あ、起こったハプニング、ハプニングね、ハプニング、はい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 、ハプニング、はい、とか失敗とか、もうハプニングしかないよ。もっと言うなら失敗しかないから、はいはい、いやそこは何とも言えないですけど、まあ、テレビでもいいですし、まあ、営業中でもいいですし、なんか今思えばこれおかしくないっていう、いやおかしいことばっかだよね。蹴られたもん。あ、そうなんですか。うん、足でこのとこボーンって蹴られて、ボーンって壁にボーンって。え、それマジック中ですか？いや、マジック中じゃない、移動中、テーブルからテーブルの間、移動中に、おら、怖っ、意味が分かんない、怖っ、上野ですけどね、怖っ、結構下町ですけど、怖いですね、怖いです、酔っ払いですね、ただの酔っ払いですからね、しょうがないよね、酔っ払いながらね、結構そういうハプニング多いんですか、師匠って、いっぱいありますよね、あるんですか、うん、あと、まあ、マジックで言ったら、あれですよね、ここに貼り付けた人がどっか行っちゃうのは、これはもう定番ですよね。どっか行っちゃうの。で、それでどうするんですか？どっか行っちゃいましたっていうのもあるじゃないですか。だから一応言う、あそこにいる人の手についてますよって言って、みんなが、はぁーって言うしかない。確かに、ね、でもハプニングですね、確かにそれ。マジック中に、それは困ったね。早くないですか。フォークを僕やるんですけど、はいはいはい、ハプニング、まあ、ハプニングなんですかね、フォークを折るはず、まあ折るんですけど、完全に折れちゃって、うん、崩壊したんですよ。それを、もろいじゃないですか。それを全然確認せずにやっちゃって、ポロッて落ちて、うん、ハプニングじゃないですか、自分の中だと、うん、だけどどうしようもない、やべえとも言えないからやったんですよ、うん、バカ受けしたっていう。それいい方だね。いい方に取ってくれたんだ。いい方も、だからもうそれも現象だと思ってくれた。ああ、やった瞬間の顔すっげえ焦ってる。
でもどうしよう、自分の中のハプニング。それは僕ね、ルービックキューブがあるじゃないですか、あれが揃わない、5秒で揃えます、4、3、2、1って揃わない時にね、だいぶ揃ったでしょって終わるんですけどそれまだいいじゃないですか、終わ まだちょっと笑えるじゃないですか、まあ、確かにだいぶは揃ったな全部は揃ってないけどなるんですけど、5、4、3、2、1ってやってるうちに取れちゃったの、取れちゃった、あのルービックキューブは破壊されちゃったの、やばい、どうしようもないじゃない、本当にどうしようもなくって、どうしようもなかったです、まあ取れちゃいました、失敗ですって終わったんですけど、それいいね何にも言葉出さずに、フォークのこのかけらだけ持ってそうそうそうってやってたっていう、それと同じで、もう割れちゃったらこういう感じでウェーってルビキ割れちゃったいや多分状況謎ですよこれ、僕も謎だったと思うんですけど、でもお客さんは割れたって思ってくる、お客様の想像力に任せるしかない、ね、そうなんですよ、一人がそう思ってくれれば周りもそうなるから、なるほどね、よかったなっていう、なるほどね、あるねそういうのね、だからなんか円卓みたいな感じだったんですけど、はい、目の前で見てた若い人が、あっってなっちゃって焦ってるんですよ、あやばいになっちゃったんだ、はい、その前がこう揺らすとだんだん曲がってくるんですよ、だんだん曲がってくるんですよまで言ったんですよ、曲げるつもりだったからね、そうなんです、でこうやってるじゃないですか、そしたらポロッ、あらーって言って、あってなったんですけど、後ろの方のおじさんたちがすげーってなってくれて盛り上がった